おはようございます。はい、おはよう。で、今日は何？あれ見ましょうよ、あれ。どれ？これです。ああ、これ。猿の惑星シリーズ最新作。はい、このシリーズ、主人公がお猿さんなのにかっこいいんですよね。確かに。じゃあ行きましょう、行きましょう。はいはい。ということで見たわけですが。見たわね。お話としては、新しいシリーズの第1話ってことよね。ですね。前作までの主人公のシーザーが死んで、それから、あれ何年くらい経ってるんですかね。とりあえず数年ではないわね。下手したら100年以上ですよね。で、新しい主人公、チンパンジーのノア君登場と、彼の村が、ワシを飼いならして狩りをしてるってのがいいわね。原始的だけど文化が誕生してる感じで。ですよね。しかも自分でワシの卵を取ってきて、自分専用のを育てる感じですよね。そうそう、明日儀式だし、みたいなこと言ってたし。そんな平和な村に謎の猿軍団が襲いかかると、そいつらの王様猿が、自称、シーザーの後継者ってのがね、それっぽい王冠かぶって、めっちゃ俗物で。シーザーはそんなのかぶらんやろーって、突っ込みたくなりますよね。で、彼らはある人間の女性を探してて、襲撃を逃げ延びて復讐に燃えるノア君が、彼女を見つけて、なんかこの辺が、前作のシーザーとノバを彷彿させますね。てかノバって名前つけるし。途中で仲間になるシーザーに詳しいオラウータン先生が、こういう時は、ノバって名前にすんねん。なんでか知らんけど、って言い出してちょっと笑った。確かに。で、王様猿の目的が、人間が残した技術の詰まった地下施設の発掘と、ふと思ったんですけど、多少暴力的なとこありましたけど、猿の生活向上のために、みたいなこと言ってましたし、そこまで悪い猿じゃないような気もして、憎めないんですよね。まあノアの仲間も作業させられてたけど、鞭打たれたりはなかったし、こないだ見た怪獣ヤンキー映画のスカーキングよりはまともかもね。ですよね。で、その後、なんやかんやあって、今後に続いてく感じなわけで。一応今回の件は決着つきますけど、この後どうなるんですかね。とりあえずメインテーマの、猿と人間の関係、っていろいろあるんでしょうね。そして最終的に空からチャールトン・ヘストンが降ってくると。いや、さすがにそれは、ないとは言い切れないわね。でしょう？それであなた的にはどうだった？大満足でした。主人公のノア君が、イケメンでよかったです。ゆかりさんは？私は好き。なるほど。時間140分超えたけど、長さは感じないし、最初お父さんのワシに舐められまくってたノア君が成長してって、王道展開もいい。ですよね。ただ個人的には、オラウータン先生をもうちょっと活躍させてほしかったかな。さすがゆかりさん、お猿さん相手でも時事戦か。いや違うから。あとは、続編への期待感もしっかり持たせてるけど、ちゃんと続くのよねって心配もあるわね。まあ大丈夫じゃないですかね。知りませんけど、知らんのかい。